はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせが更新されまして、まさかの3周年のイベントの情報来たというわけで、僕これびっくりしたわ3周年イベントって3月28日からだと思うんですよね。まだ2週間以上先やのにもう情報来たか。ヤクネバの情報どこ行ったんですかこのリボン大特集祭の後に行われると言われているヤクネバの大特集祭の情報かなと思ってたんですけども、その先の3周年というわけで、まあ、見ていこうかなと思います。3月28日に3周年を迎えますと、今までありがとうございますという感じですね。そんでもって本日より開催前に3周年の情報をプチ友の皆さんにお届けという感じなんですけども、今回お届けされた情報は新無双キャラと新キャラ情報との、ことですね。まず新無双キャラに関しては、新無双キャラが登場しますだけ僕これもうちょっと情報欲しかったなもうね、無双キャラ登場するってことはもう分かってたんで、登場するだけか。なんかちょっとそのキャラが分かる特徴みたいな、ファンだけが分かる特徴みたいなちょっと書いてくれてたらなと思ったんですけども、まあでも完全シークレットなんで、マジで登場誰になるんやろうな、めっちゃ楽しみですわ。はい、んでもって、新キャラ情報が、こちら国枝葵さんかな、あと一人は、東条秀虎さん、この二人が、新キャラとして登場するとのことですね。次回も先行情報交互期待という感じなんですけども、この二人僕全く知らないんですけども、調べたところによると、ベルゼバブのキャラというわけで、ベルゼバブから新キャラ登場すんのは初期以来かな、この3年という歴史の中で初めて追加された作品なんじゃないかなと思いますね。これ結構嬉しい方いるんじゃないかな。この辺の年代の作品ってファンめちゃくちゃ多いイメージありますから、これはまあファンの方はもう歓喜で、僕はこの二人全く知らないんですけども、調べたところによると、この東条さんが主人公のライバルかな、んでこの国枝さんが、ヒロイン的な感じのキャラだと思います。だからまあどっちかがイベントで登場するのか、はたまた両方イベントなんか、はたまた両方ガチャキャラなんかっていうのはよくわかんないんですけども、まあまあまあという感じですね。はい、んで、この二人から推測される3周年で誰が来るかっていうのをちょっと今から考察やっていこうかなと思うんですけども、僕はね、3周年イベントでは学生たちが大集合するんじゃないかなと思うんですよね。これなぜかというと、ジャンプチ今年からプロデューサーさんが変わりまして、藤川 P という方になったんですよね。その藤川 P のなんか前インタビューみたいなのが記事に出てまして、その内容としては、周年イベントとかマンダウンロードイベントでは、いろんな作品からかいつまんだ、イベントを作りたいと。ただそのつまんでくる作品の、特徴は揃えたいと。全く特徴が、揃わずにやったら世界観がぶっ壊すなんで、特徴を揃えたイベントを作りたいと言ったはったと僕は思うんですよね。だから、以前行われた1200万ダウンロードでは、刀を持ったキャラたちが大集合した戦的な昔の戦国時代みたいな感じでイベントが組まれたじゃないですか。まあおそらくそのパターンで3周年も僕は来るんじゃないかなと。というかそういう感じで来てほしいなと。前の1200万ダウンロード僕的には結構好印象でめちゃくちゃ楽しかったんで、まあそういう感じで、特徴は揃えてくるんじゃないかなと思うので、まあ、この2人だけで言うたら学生だけ説薄なんですけども、それは申し訳ない。この2人って学生やんな。どっちか先生とかってのある？申し訳ない。それはどっちか学生じゃないなら今から僕が喋る考察全部無駄なんですけども、まあまあまあっていう感じで、両方学生なことを信じて僕は突き進んでいきます、やっていきますというわけで、ジャンプの学生作品ってめちゃくちゃいませんか。それこそ呪術とか、あとヒロアカとかね、まあその他もろもろいろいろあるんですけども、僕はね
まあ、学生大集合3周年ならば一つもう 100% 来るんじゃないかなという作品があるんですけども、それは、僕たちは勉強ができないですね。僕弁が僕おそらくそれやったら来るんじゃないかなと思う。これなぜかというと、もう半年以上前に、このユーザーアンケートにて何の作品が参戦してほしいですかというのが以前アンケートで行われまして、その上位3作品か何かやったかなが今後登場しますよと言われていたんですよね。その3作品何かっていうと、ボルトと武装錬金と僕弁、僕たちが勉強ができないやったんですよね。でもうボルトと武装錬金追加されておりますやんか。だからそろそろ僕弁が来てもおかしくないんじゃないかなと僕は思うんですよね。でこの2人の特徴は学生で、僕たちが勉強ができないもおそらく学生さんの話なんだ。僕全く詳しくないんですけども、最近完結かなんかしたらしいんですよね。だからなんかAmazon の Kindle で無料で10巻まで公開されてるんで、僕ぜひともちょっと見ようかなと思うんですけども、全く内容知らんねんな。だからまあ、そのパターンで行くならば僕弁がそろそろここで来るんじゃないかなと思いますね。だからまあ前々から騒がれている呪術とかもまあワンチャンあるんじゃないかなと僕は思うんですけども、そうなったら無双キャラどうなんねんっていう話なんですよね。まあ、今から僕が今言ったその説をぶっ壊していくんですけども、じゃあ無双キャラ誰なんねんと、まあ、僕が前々から予想していたのはベジットもしくはワンピースの誰かロジャーとかね、その辺が僕はまあ第1弾がナルトやったから第2弾第3弾はドラゴンボールワンピースが安定なんじゃないかなと思うんですけども、その2人ってもう学生からもう遠ざかってるじゃないですか。だからそうなったらどうなんねんという感じではあるんですよね。絶対に無双キャラとか記念キャラクターもまあその特徴は統一はもう絶対にしてくると僕は思うので、そうなったら無双キャラ誰なんねんと、まあ記念キャラクターはまあいいとして、無双キャラマジで誰なんねんっていう話なんですよね。まあちょっと説薄いので言うたら、まあ、これはもうほぼほぼありえへんねんけど、まあ学生さん大集合というので来るならば、記念キャラクターと無双キャラクターは先生側で登場するみたいなんでね。でも先生でさ無双キャラって誰マジでそうなったらほんま誰っていう、まあ僕はねベジットが安定じゃない、ドラゴンボールのドラゴンボールワンピがまずは来るんじゃないかなと思ってるから、そうなってだったらもう学生の説ぶっ壊されるんですけども、まあなんだかんだこうやって予想してる時が一番楽しいよねっていう話、まあまあまあっていう感じなんですけども、まあまあ28日からね、まあ、どうなるかわかんないという情報なんですが、これ明日も先行情報公開されるんかな、全くわからへんねんけど、このもどかしいまま2週間ちょっと過ごさなあかんの、え、それはやめてや、もうちょっとなんか情報欲しいなと思うので、まあ、ぜひともよろしくお願いしますというわけで、この説合ってるかどうか、ちょっとわからへんねんけど、よろしくお願いしたい。